万博のこととのの質問をさせていいいたただきたいと思います万博の誘致までの構想からの期間が非常にタイトだったと思います。それで実際にこれからお話の中にもあったと思うんですがライバルはパリとか他の国からも動きが出てくるかと思うんですがこれから実際に。 盛り上げていくための機運として、国内、世界、あの具体的に考えていらっしゃることがあったら教えていただきたいのと、あと、やはりあの夢島との開発のこともあると思うので、この2025誘致、ぜひ実現したいということだったんですが、もしあのその実現に至らなかった場合、 次の二千三十など考え今の段階でそこまで含めた構想でいらっしゃるのかどうかその辺についてお聞きできたらと思うんですが。えまずあの二千二十五年に向けて、えー、日本この万博誘致の準備期間が非常に短かったのじゃないかというあのお話はよくありますよくいただきます。ただこれは短かったという捉え方とですね。 あのスピード感を持って物事を進めているという2つの捉え方があると思います。え僕はやはりあの今の時代において、えー、その招致決定までの準備期間が2年半というのはこれだけ、えー、もうあの情報通信のスピードが上がっている中で今の時代においてはまあ あの適正ななな期間なんじゃないかとこれがあ,のあまりにも、えー、こう急ぎすぎた時間が短いというそれはあの批判はちょっと当てはまらないんじゃないかなとあのスピード感を持って、えー、物事を進めてきているという,う僕はそういう認識をしています。そそれと2025年あのもしう、えー、ういう、えー あの承知、誘致をできなかった場合は、2030年はどうなのという話ですけど、それはやっぱりそのとの、えー、あの責任者というか、知事や、その時のあのうん総理だとか、要は政府が考えるべきことなので、僕は、あの 大阪府知事として僕の人気内自分に与えられた時間内で2025年を目指したいと思っています。